柴田、お前な、お前のクソがな、どうなろうが関係ねえけどよ、くだらねえ動画作ってインターネットで全国全世界の方が見てな、柴田ってのは何者だ、そう思うぞ。お前昔はな、そんなじゃなかったんじゃないのか、もっと活力溢れてガンガンやってたんじゃないのか。今じゃないんだよ、落ちぶれて自分のうんこしました、漏らしました、それインターネットでこんなに流してる。冗談じゃねえよ、他にもっと考えることねえのかと私は思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。